大塚美幸は、日本の女性アナウンサー、企業家、東京都出身。聖戦女子大学を卒業後、TBS 系列ゆうてテレビ山梨に入社。退社後、海外経験のため飛べへ。世界約35カ国をバックパックなどで旅する。趣味はゴルフ。空手、初段。カラーセラピスト、カラーセラピスト養成講座講師、プリザーブドフラワーアレンジメントインストラクター。 2005年秋より、継造プロダクションに所属し、同年11月に、テレビ、埼玉契約アナウンサーとして、昼の情報番組、ヒルビ便のニュースコーナーを担当し2006年3月をもって、契約終了。現在は、日本テレビ RT 文字放送での声や、ビジネスブレイクスルー大学院大学で、船川敦し、椿進む。 加藤義彦ポールと共にビジネスパーソン向けの番組のキャスター等を務めるほか、企業などで話し方、コミュニケーション講師としても活動中。2011年、伊勢ジングルにおいて、式年遷宮遷宮館記念式典示会を行う。2013年、株式会社安藤を設立。リーダーのための話し方、より良いコミュニケーション方法を教える講師として活動中。また、 仕事復帰したいママたちのサポートも積極的に行っている。2014年、キッズインターナショナルクラブを主催。子供たちが自然に英語を学べる、子供英会は、英語体操教室、バイリンガル一時預かりサービス等を開始。2017年より、九州大学大学院博士課程校期に在籍。SDGs 評価指標であるシンクニトミ指標を用いて、 人的資本を研究している。同年より、大妻女子大学講師を務める。津田塾大学、立命館大学、京都大学でも教壇に立つ。2019年8月より、日本経済新聞社の番組、ヤング日経パーソナリティとして出演中。様々なインタビューや、自身もキャリアデザイン、転職、就活を応援する情報を発信している。 ABNHK ウィークリーステラ1998年6月12日号、全国アナウンサー、キャスター名官、ありがとうございます。